鳥取シャンシャン祭りを行います。それではシャンシャン鈴骨大使の上田優里さん、博多舞さん、堀真奈美さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。私は第20代鳥取シャンシャン鈴の音大使の上田優里と申します。どうぞよろしくお願いいたします。同じく堀真奈美と申します。どうぞよろしくお願いいたします。同じく博多舞と申します。どうぞよろしくお願いいたします。鳥取市の夏が最もにぎわう鳥取シャンシャン祭りを PR するために鳥取市より参りました。毎年1月13日から始まる鳥取シャンシャン祭りは昭和40年に始まり、今年で第55回目の節目を迎えます。祭りの名称のシャンシャンとは、市街地の温泉でお湯がシャンシャン沸くと傘の鈴の音がシャンシャン鳴るという2つの意味をかけて名付けられました。一番の見どころは8月14日に行う日生傘踊りです。鳥取市の中心市街地の4000人以上の参加者が集まり、色鮮やかなシャンシャン傘を使って踊る日生日は鳥取シャンシャン祭りの大きな魅力です。ぜひ今年の夏は帰省や観光など鳥取市へお越しいただき、鳥取シャンシャン祭りをお楽しみください。それでは実際に祭りで踊られている曲の中から第1回のシャンシャン祭りから踊られている避難セルシ演歌歌手の北島三郎さんに手掛けていただいた平成鳥取音頭、そして明るくポップな曲調で多くの市民から親しまれているシャンシャンシャングリラの3曲を続けて披露いたします。皆様手拍子とともにご覧ください。松と緑に見えた街
Hey.
大きな拍手をお送りください。
17時10分よりこちらアリーナ特設ステージお祭り広場にてお神社太鼓の演舞を行います。この後も引き続きふるさと祭り東京2019日本の祭りふるさとの味をご高齢までお楽しみください。